ンチャンネルです。はい、今回も、ホンダのね S800 ですねを作ってるとこなんですが、今回ねちょっと昨日かな、前回の方で、ボディとかそういうとこ色分けをしてたんですが、シルバーとかでちょっとね塗り分けをしてたんですが、少しねボディとかに、ちょっと機能をね、落として傷ちょっと入ったんですよ。でちょっと、またね軽く磨いたりとかして、で一回ね全部、オレンジですね、フィニッシャーズさんのピュアオレンジを拭いたんですが、ちょっとね今回は、このね、フィニッシャーズさんのピュアオレンジに少しだけね赤を混ぜました。赤っていうかね、このフィニッシャーズさんの、MP4 レッドをほんの少しだけ混ぜて、で、前回よりねちょっとだけ赤みが入ったかなと思ってます。まあ見た目はね、ちょっと変わらないかなと思うんですが、まあちょっとね、この画面上では変わらないかなと思うんですが、まあね、僕の見た目ですね、では赤みがかかったかなと思ってます。はい、で、ボンネットで、内装もねこれ同じピュアオレンジで拭いたんですが、この枠ですね、まあ外側の枠のとこは、今マスキングテープで、貼って、で中だけこのね取っ手とか、まあドア開けるとこ、窓を開けるとこですねのとこと、この中のとこだけですねはピュアオレンジの方で拭いてるんですが、この枠のとこですね、見えますかね、このマスキングテープで、枠貼ってます。はい、そっちのまあ枠の方は、まあ黒色ですね、はいになってます。はい、で、こちらもね、まあ座席ですねの方も、この座るとこ、お尻つけるとこと、腰背中ですねの方は、マスキングテープで貼ってるんですが、このね、横、はい、横のとこと後ろのとこはね、ピュアオレンジで、塗り分けしてます。まあ明日ぐらいに、このマスキングテープね、剥がしたら黒と、ピュアオレンジの色になると思います。はい、であとはね、このホロですね、屋根の部分とで、チャーシーとエンジンと内装ですね、これもダッシュボードとか、こういうとこはつけました。はい、で、これね、まあオートクリアを全体に拭きました。はい、で屋根の方もオートクリアを拭きました。はい、で、この
ダッシュボードのメーター類とか、スイッチ類とかねのとこはまあ筆でね、塗り分け、ピュアオレンジを塗り分けしてます。でシルバーはシルバーのとこで、塗り分けしてます。はい。でエンジンもね、ところどころこんな感じでピュアオレンジを塗り分けしてます。はい。まあ、今回はね、ちょっと、色分けしたりとか、このちょっとね、まあ、傷入ったんで、もう一度ね磨いて、で、全体に、ピュアオレンジと MB4 レッドを少し混ぜて、こういう赤みの出た、オレンジ系ですねのボディとかにしてみました。はい。まあ、今回はこんな感じでちょっとしてますが、またね、明日とかね乾いた時に、まあ、全体に部品をつけていったりとか、しますので、また次回の動画ね、進んでるかなと思いますんで、よかったら見てください。はい。それでは今回はこんな感じで、ちょっと、まあ、進んでるとこを紹介しました。はい。ね、まあもうちょっとね、シャーシー内装のとこもオートクリア乾いたら、少しだけ色分けするかなと思ってます。はい。それでは今回はこの辺りで終わらせてもらいます。はい。ともくんチャンネルでした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバイ。また見てくださいね。